自分がまず幸せになることが私は大事だと思って、そうですね、団地の方々にもね、今就活講座終わる数じゃなく集まる数で就活講座っていうのを今少しずつ始めてます、もう団地の中でも本当に驚いたのは年末孤独死した方、身内の方、遺体引き取り拒否です。身内の方が、はい、そういう時代になっちゃったんですね。もうだからもう本当今までの暮らし方、先生がおっしゃったような、はい、今までの成功事例じゃない生き様をしていかないとダメな時代になるんじゃないでしょうかね、その辺思ってました。でもあれですね、時代によって変わっていくべきものもあれば、しかし時代が変わっても、変えていくべきでないものもありますからね。やっぱりこの親子の絆とか、友人との関係とか、そういったところはですね、やっぱり日本らしさというものもまた、つなげていくのも我々の使命かもしれないですね。家族という単位で取れば、もう他人も家族の中に入れたような考え方が必要になってくるんじゃないでしょうか、ただ直系の血族だけじゃなくてね、いろんな関わりを一つの家族と見る、そういう社会というか世界になっていくんじゃないでしょうかね。もともと神武天皇が八公一宇、もう世界中が一つの家族だっていうふうなことで、この日本の国ってのは成り立ったわけですからね。そうですね、いいですね先生、橿原神宮行ってきました私。ああそうですか。そして初めて神宮の中お参りしたら神武天皇だったんですよね。やはりあそこにこう一歩足を踏み入れると空気が違いますよ ね。日本の国って素晴らしいですよね、で建国の日も御所大樹来たんですよ、で行ってみたんですよ、ただ朝廷の装束でこうなんかやるんですね、素晴らしかったですね、だから日本の国って素晴らしいなと思いましたですね、守っていきたいですね、若い人たちもしっかりとつなげていきたいと思いますし、またいい本も読んでいただきたいですね。そうですね、ネットの時代ではありますけれどもね、若い人ね、みんなあれですもんね、YouTube ですもんね、すぐに取れる情報っていうのは、すぐに陳腐になる情報でもあるかもしれないですよね。私はこの父の本って読んでるんですけど、本当に30年もこう傍らに置いて、処分できないで傍に置いて読んでます、で坂村新美先生のこういう昔のこういう筆、鳥の筆で書いた、これ本当昔だから、これ今も全然先生なんかこういうのないですね、ないですもんね、で字もだいぶ大きくなってきて97、100歳近いんですよね、いやいや2年前かな、講演聞かせていただきましたけど、1時間もう朗々とお話しされて、すごいですよね、すごいですね、素晴らしい。私も父は27歳の頃からこう読み始めましたので、27年、で議員になった時には木経クラブっていう勉強会あるじゃないですか、その国会木経クラブっていうのを作ってですね、私が事務局長で、そして下村博文先生に会長になっていただいて、東大一流の方々月1回、中条朝日の中条先生とか、渡辺昭一先生とか、いろんな方々に名前の話を聞かせていただいて、貴重な経験ですね。いや本当素晴らしいですね、先生もう一回ですね、政治と経済経営っていう別の道ではありますけども、しかし地域を良くして、そして働く人たちの心もまた明るくして、家庭も良くして、そして日本全体が世界をリードしていけるような、そういったものにしていきたいという思いは一緒でしょうから、その山頂に向けて共に頑張ってまいりましょう。ついていきますので、よろしくどうぞ。今はこのグータッチですね。グータッチで、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。